どうも、つむつむしみたです。今日はね、パイロットルーク &R2D2 のこちらね、ボックスで復活してるんで、今日はちょっとそれを記念してね、こちらのつむのまあコツっていうか、僕がねプレイ中に意識してることなんかをもう本当にね、今日は軽く説明していこうかなと思います。めっちゃ簡潔に言います。まずこのつむは、まずね意識してほしいのが、 R2D2 単独では絶対発動させないでください。これはどのスキルレベルでも同じ。ルーク単発では全然発動させていいんだけど、 R2D2 単独では発動させないっていうところがめちゃくちゃ大事です。なんでまあ重ね掛け意識だね。はい、 OK で、重ね掛けしたらまずこうして、はい、で R2D2 の、 あのスキル発動した後はすぐにね、どこかしらなぞってからルークのスキル発動させるといいかなっていう。例えばもう一回行くけど、あ、ここはなぞるとこないね。こういう時はもうしょうがない、なぞらずに行きます。でその次のコツが、下から上に遅延するようにすると、今みたいな感じでつながることが多いんで、はい、なんでまあそれおすすめかな。下から上に遅延するっていう、あと端だね、できるだけ端の方から下から上に遅延するっていう感じで意識するとうまく遅延できるかなと思います。であとね、その落ち切ってからレイアウト組み立てて、頭の中で組み立ててなぞるのもいいんだけど、その他ね多分正確になぞれると思うんだけど、実際ね効果時間系のツムって結構効果時間短かったりするんで、なんでね僕のおすすめはもうね、落ち切る前から C3P をつないじゃって、こうやってなんていうのかな、もうすぐバッてなぞれに行ける準備をしておくっていうのがねめっちゃ重要かなと思います。ちょっと調子悪いかなこのプレイ、スキルマックスでこれだったらもうちょっと行きたいんだけど、はい、そう今みたいな感じ、ね、でつなげるといいかも。下から上に、あー下から上になぞる、下から上になぞる、あーミスっている。まあミスありきですこのツムはガストンみたいに絶対同じ盤面になるわけじゃないんで、ミスありきでやりましょうこのツムはそんところかな。まあそんなにねこのツムはね、これといってねコツはあんまないんだよね。あとボムキャンセルか、ボムキャンセルをねなるべく早くしましょう。ボムキャンセルっていうのは、ボムキャンセルっていうのはね、なぞった後にロングチェーンした後にすぐにボムを消すことだね。これしないとスキル、待っちゃうんで、待っちゃうっていうか時間かかっちゃうから消すのに、もうなるべくなぞったらもうすぐにボムキャンセルっていうイメージなんだけど、このボムキャンセルねおすすめなのが、片手でまあロングチェーンして片手でボムキャンセルするよりも、両手使ってボムキャンセルした方がめちゃくちゃ早く割れるんで、これめちゃくちゃおすすめ。ボムキャンセルだけ両手っていうのもねありかもしれない。両手って難しいイメージめちゃくちゃあるんだけど、ボムキャンセルだけ両手でやればねそんな難しくないんで、もうなぞるときは片手で OK で、ボムキャンセルするときだけまあなぞってる方とは逆の手でボムを消すっていう感じ。あタイムありがとう。いやでも1万2000か、あやべスキルがたまらんかった、ギリギリ。まあ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 、まあ、こんな感じです。コツは今のでもうざっくり話したかな、全部ざっくり話せたと思います。まあね難しいんで、どっちにしろこのコツ知ってたとしても結局ね扱うまでに時間かかるんで、僕もね最初の方は全然ね1万枚いけない時もめちゃくちゃ多かったんだけど、まあ、今はね1万枚も絶対いけるようになってるんで、もうこれのツムはね完全に慣れです、こういうのはあスキッチキありがとう、慣れなんで、皆さんぜひねこのツム最初の方はダメかもしんないけど、どん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 やっていくうちに慣れていくと思うんで、まあ、そんな落ち込まないでねあんまできなくてもあんま落ち込まずに気長にやっていきましょう。よし、ちょうどイベントが来たんで今日は終わろうかなと思います。あとね5万人
もうすぐ達成しそうなんで、ありがとうございます本当に。ここまで見てくれた皆さん本当にありがとうございます。本日僕のチャンネル、とある高校生がつむつむをしてみたのメンバーシップを開始しました。で、様々な特典が受けられるので、ぜひね、詳しくは概要欄をご覧ください。そしてぜひチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。それでは皆さん、バイバーイ。